ああ今日も、あっ、いたこら、いたかー。これこの前、そういえば座骨神経痛の YouTube でストレッチバー紹介しよったけん、ちょっとストレッチバーしてみようかなー。あー、いたー、 YouTube バー、あー、こげんすっとか、よいしょ。あーあー、伸びた、効いとる効いとる、こら、効いとる。1、2、3、4、5、6、7、おーオッケー、あー、だいぶよかね。これよかばい、いい感じやな。あた、あた、あた、やっぱしびれるばい。ほら松田さん、その痛みの原因、本当はここなんです。はい、整体院復科院長の松田です。副院長の松尾です。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございます。今日はですね、痛みを治す日だったり、アイデアをお届けできればと思います。はい、はい、今日も名演技でしたね。だいぶちょっと時間がかかった演技になりましたけどね。前回の動画を撮ってからですね、もう 4,5 人からですね、あの動画面白かったよって来たんですけど、別にね、笑い取るためにやってるんじゃないよね。だからあれは真面目にこんな患者さんいますよっていうのをね、あの笑いをこらえながらね、俺でもいや真面目にやってるんですよあれね。だから皆さん、あの今回の笑ったらぜひね、チャンネル登録といいねもしてください。 OK、 ちょっと話脱線しましたけど、今日はですね、前回お教えしたストレッチあると思うんですけど、まああれはですね、まあ、座骨神経痛の中でも、まあ、効きやすいですよっていう中のストレッチの一つです。この前だから、はい、ストレッチやったじゃないですか、はい、やって効いた人もいるんですよ。けど効かない人もいる。なんでなのって話なんですけど、まあそれはストレッチが悪いんじゃなくて、やり方も悪いんじゃなくて、あなたの原因が お尻にじゃなくて他のところにある可能性がありますよってことをまずね、分かってほしいですね。そう、だから今日はお尻じゃなくってどこにあるんですか。はい、そういう原因はですね、実は骨盤の開きが原因で痛くなってることっていうのがあります。へぇー、ふぅ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 、この効果をお願いします。はい、で、はいはい、まあ、骨盤の開きって、まあ、どういうことかっていうと、まあ、簡単に言うと緩くなりすぎてるような状態ですね、はいはいはい、骨盤が緩くなりすぎてるような状態。例えば皆さんが想像しやすいのは産後の腰痛とか聞いたことあると思うんですけど、いいですね、はい、やっぱこう出産に対して赤ちゃんをこう通り道を広げないといけないから、うん、まあ、ホルモンの関係で骨盤が緩みやすくなってきてしまうっていうのが、はいはいはい、まあ、あるんですよね、うん、はい、まあ、そこまでにはないにしろ、やっぱりこう日頃生活をしている中で筋肉をこう使いすぎてたりとかすると、骨を支えることができなくなってきて、どうしてもこの骨盤がゆるゆるになってきてしまって、骨盤が開いてきてしまうとこの辺りが痛かったりとかしびれが出てきてしまうってことがあるので、まあストレッチをお尻をやって、でストレッチってことは筋肉緩んじゃうので、ますます固定性がなくなって痛みがこう戻ってきちゃったりとか、でそういうことが戻ってきちゃう人がいらっしゃったりとかするので、そういう場合は逆に閉じてあげる、締めてあげるってことを、骨盤を、はい、してあげる必要があります。はいはい、はい、ですね。まあ、あとはこれね、筋肉っていうのは基本骨と骨についてますから、この骨盤がグラグラだったら、まあ、逆にこうギュッと固めないといけなかったりとかね、しますし、逆に骨盤がこうなんていうかな、こう開いてる状態になると、このお尻の筋肉も伸びるんですね。で伸びてると、まあ、余計に力が入ってしまったりとかもするので、まあこのなんていうか筋肉の土台ですね、はい、この土台を、まあ、調整していきましょうっていう方法ね、はい、じゃあ実際ちょっとどんな風にやっていくんですか。はい、骨盤っていうのは、まあ、2つの骨から基本的に構成されてて、はいはいはい、まあ、これ腸骨っていうやつですね、うんうん、はい、でもう一つが、まあ、仙骨っていうところ、まあもっと言うと尾骨っていうのもあるんですけど、うんうん、基本的にはこの仙骨と腸骨で、構成されているところを、まあ、いわゆる骨盤っていうふうに、まあ、言ってます、うんうん、はい、ここが、まあ、開きすぎてしまう、ゆるゆるになってるような状態になってしまうと、うん、ここには、まあ、靭帯だったりとか神経とかいっぱいあるので、緩くなってしまうとそこに負担がかかってきてしまって、腰痛だったりとか足のしびれっていうところが出てくるので、このゆるゆるになっているのをしっかり締めてあげる、こっち側に締めてあげるってことを、やっていくって形になります、うん、骨盤って動くんですか。骨盤はですね、一応教科書的には動くと言われてます。でも動かないっても言われてますけど、はいはいはい、僕の中ではたわむかたわまないかが感覚として、はいはいはい、難しいんでちょっと飛ばしときましょうね。はい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 、たわむ、まあだからまあ骨盤自体はまあ動くとですね、はい、だからそれをまあ開いちゃってるっ
と悪いっていうんですか、はい、結構ですね、うん、それを閉じていって、はい、土台を良くしていって、はい、っていうストレッチ方法ですね。あともう一つ言うのであれば、はいはいはい、つばが開いちゃうと、うん、腰のインナーマッスルだったりとかお腹のインナーマッスルが効かなくなって腰痛だったりとかにもなりやすいというふうに言われてるんですね。はい、インナーマッスルっていうのはその体の奥にある筋肉っていう感じかな、はい、まあ、体を支えてくれてる筋肉ですね。こう動かすっていうよりは安定させるっていうような筋肉になりますね、うん、はいはい、筋肉ってねこう2種類、まあ、大きく動かす筋肉もあれば中のでガッチリ固めてる筋肉もあって、そのガッチリ固めてるのがインナーマッスルですね。はい、はいはいはい、 OK です、分かりました。じゃあ早速ストレッチいきますか。はい、やっていきましょう。はい、じゃあいきます、せーの。はい、ということで、早速ですねストレッチ、まあ、骨盤を締めるっていうことをやっていこうと思うんですけど、まずはですね仰向けに寝てください。仰向けですね。でまずは左から一緒にやっていこうかなというふうに思いますので、仰向けになっていただきたいんですけど、まずはこちら左側をですねここから内側に足を内側に動かしてください。で内側に動かしたらこのまま5秒間キープをします。1、2、3、4、5で脱力っていう形を5回やっていきますね。もう一回お伝えしますよ。左側の股関節を内側、まあ、内股みたいな感じですね。つま先が内側向くような感じですか。そうですね、うんうんうん、はい、その状態で5秒間キープします。じゃあ一緒にやっていきましょう。せーの、1、2、3、4、5、はい、脱力。じゃあ2回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。はい、3回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。4回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。じゃあ5回目、せーの、1、2、3、4、5、はい、脱力。じゃあ次は左じゃなくて右ですね、右側を同じようにやっていきます。そしたら右側を内股の方に、つま先を内側に向けてもらって5秒間キープします。せーの、1、2、3、4、5、はい、脱力。じゃあ2回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。はい、3回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。じゃあ4回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。そしたら5回目、はい、1、2、3、4、5、はい、脱力。 OK です。これはポイントは、まあ、どんなところがポイントですか。ポイントはしっかりとつま先ですねつま先を内側に本当向けるってところが1個と、うんうん、あとはなんかこう体をひねったりしないように、うんうん、体はまっすぐのまま足だけひねるって形を気をつけてもらえたらいいかなと思います、うんうん、はいですね。じゃあお腹、おへそは真上を向いた状態で膝と足首、まあ、つま先が内側向いていく。そうですね。だからおへそはまっすぐ、はい、膝とですね、つま先は内側向いていく、はい、みたいなイメージですね。そうですね、うんうんうん、はい、ありがとうございます。そしたら2つ目のストレッチをお伝えしていきたいなと思うんですが、実際は仰向けでやっていきますけど、まず見やすいようにこの形でやっていきますね。まず左足を右の膝の上にこういう風に乗せてください。で足はこう深く曲げすぎたりとか浅すぎたりするとあんまり効果がないので、膝から足1個分出るぐらいですね、こういう風にポーズをまず取っていただければと思います。はい、で取っていただいたらこの反対の右足をですねこういう風に曲げてあげてください。で曲げていただいたらこのまま仰向けに寝ていただいて、このままですね骨盤を右ですね、右側にこういう風に倒していただくと、おそらくこの辺りがこうなんか伸びるような感じがするかなと思いますので、この状態で30秒深呼吸をしていくような形になってきます。はい、もう一回お伝えすると、やりたい方の足を反対側の足にこういう風に乗せていただいて、このまま膝を曲げます。で手は両方外にちょっと開いていただいて、このまま左側に倒していきます。で足でこっちの足をこういう風に倒すイメージですね。はい、
これで30秒やっていきましょう。ではいきます、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30。はい、 OK です。そしたら次反対側ですね。反対の足を先ほどと同じように4の字みたいな形で作っていただければと思います。で、作っていただいたらそのまま左側をこのように曲げていただきます。で、曲げていただいたらまたこの足でこっち側の足を右に倒していきます。はい、じゃあこのまま30秒また一緒にやっていきましょう。せーの、1、2、3。やりながら聞いてていただければと思うんですけども、まあ、この時にこの腰がやっててなんかすごく痛いんですっていう方がいらっしゃったりとかするので、その時はちょっと倒す角度っていうのを弱めてあげてください。自分が腰が痛くない範囲で倒してもらって深呼吸っていう形でやっていただければなと思います。あと10秒いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、そしたら戻してください。で、終わったらですね、立ってみて、それで、まあ、歩いたりとか、あなたが、まあ、座骨神経痛あるいは腰痛が出てしまう動きっていうのをやってみて、まあ、楽になるのであれば骨盤を締めるのがあなたにとって合ってる可能性がありますので、まあ、ぜひですね、1日だいたい今の1セットと考えて、まあ、3回ぐらいやっていただけると、いいんじゃないかなと思いますので、やってみてください。はい、ありがとうございます。松尾先生、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあどうですか。はい、まあそういう、なんだろう、筋肉を緩めることによって逆に悪化したりとか、あるいは変わらない人はその骨盤が緩みすぎてしまって痛みが出てる場合っていうのがありますので、うん、この締めるってことも、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。はい、ですね。あ、まあ、その骨盤締めるってあんまね、感覚的にはこれ動くのみたいな感じの人がね、はい、多いと思うので、まあね、これってまずやってみて、うん、で、もしあの痛みがひどくなったっていう時はちょっと一回やめておく。で、なんか楽になってきたな、あ、これはいい感じだなっていうのがあれば続けてもらう。で、頻度を増やしてもらうね、っていう形でしていくとまあ自分に合ったストレッチっていうのがね、できていきますので、まあ今日のね、参考にしながら骨盤の調整、もしあなたがですね、必要だとやってみて、あ、これはいいなと思うことで、いい思いであればぜひ続けていただければと思います。はい、じゃあ、なんかあと最後ポイントありますか。ないです。ないです。わかりました。はい、じゃあですね、今日はこれで終わりにしたいと思いますけど、今日の話よかったらですね、ぜひいいね、コメントですね、いただければと思います。あと忘れずにチャンネルボタン、あとですね、プッシュボタンもですね、プッシュプッシュの方もぜひやっていただければと思います。はい、います。はい、ではですね、今日はこれで終わりにしたいと思います。今日も動画をご覧いただき、どうもありがとうございました。